アメが暮れの里に残っていた施設を、アウターの一人が自分ごと消し去ったそうだ。すでに放棄した施設がなぜ残っていたのか。まあいい。何か見られたところで忍びなどに我らの目的が分かるはずもない。計画は順調に進んでいる。変更はない。 柱間細胞を盗んだバカの行方が分かった。どうやら獅子魔の国で売りさばいたらしい。<笑>また面倒な場所に行ったもんだ。あの国ならちょっとくらい暴れたって平気だな。自分から騒ぎを大きくしてどうする。 勝手な真似は許さんぞ。おい、どこへ行った? ディーパ! まるで砂の味だな。 わざわざこんな僻地まで足を運んだんだ。もう少し楽しませてもらわないとな。ごちそうさま。<笑> あ、毒。なんだてめえは。この城のお宝を盗みに来たのか。悪いが、それは俺らのもんだ。分かったらとっとと帰れ。 いいからどけ。だと、話聞いてなかったのかよ。ああ、もう面倒だ。やっちまえ。<笑>本当に人の話を聞かないバカどもだな。素直に言うことを聞けば死ななくて済んだのにね。 長居は無用だな。これを。 そんなものに興味はない。聞きたいことがある。柱間細胞はどこにある。言わないと分かるだろう。盗まれたんだ。誰に。コロハの忍びがお宝と一緒に盗んで逃げたんだ。それで奴らは今どこにいる。 ここにはいない。地下通路を使って逃げたって話だ。そうか。<笑>
柱間細胞の力は凄まじい。あれを手にした者は。手にした者は何だ？誰だ？ようやく見つけた。里で情報を得るのに手間取ったんだ。お前たちが木の葉の忍びか。地下通路を使って逃げるとはうまく考えたな。で、次から次に誰だよお前。名乗る必要などない。どういうことだってばさ。つまり今まで俺の顔を認識した者は皆死んでいる。今こうして顔を合わせているお前たちのことも殺すから誰も俺の存在を知る者はいない。だから名乗る必要もない。てっきり柱間細胞はお前たちが持っていると思っていたが、そうではなかったか。お前一人で俺たちにかなうってか。この葉の忍びなめんな。でも全員で相手をしていたら。ここは俺たちに任せろ。お前たちは奴らを追え。奴ら？そうか。誰が持っているのか知っているんだな。いいからお前たちは早く行け。大森さん頼んだぜ。こんな奴パパッとやっつけてすぐに追っかけてきてくれってばさ。では大森さん頼みます。ああ。さっさと片付けるぞ。あまり時間を食うと奴らに追いつけなくなるかもしれん。いや、もしかしたら道がわからなくなって、そしたらもう見失ってしまって手がかりもなくなって迷子になって気づいたら他の国に無断で入ったことになっていて、お尋ね者になってビンゴブックに乗って。大丈夫ですって。もう悲観的すぎるんだから。ほら早く始末して後を追いましょう。お前らバカにしやがって。さっさと片付けるぞ。はい。早い。こいつただものじゃないですね。確かに。気を抜くな。油断するとやられるぞ。今回ばかりは大森さんに同意だな。ああそうだな。逃がすか。行くぞ。何聞いてない。悪い、各位下がれ。悪い、各位。少しは面白くなってきた。何なんだよお前は。もう少し楽しませてもらおうか。雷撃も通じない。俺の刀と拳だけで渡り合いやがる。こいつ一筋縄ではいかない。雲流騙し切り。さすがに隙がない。その程度か。雲流裏切り。これもかわしたか。何
ならばこれでどうだ。雲流三日月切り。俺には通じない。そろそろだな。俺の刃を連続でかわして得意になっているところに裏稼ぎ切り。どうだ、どこから出てくるか立ち筋を読めないだろう。まだまだここからだ。子供だましたな。全て踊りか。 B 様直伝のこの術で俺流裏かすり切れ。そろそろ本気で行くぞ。まさかここまでとは。口ほどにもない。重いさん。なんだ、まだ生きていたの。情けねえ声を出すんじゃねえよ。丸い学位お前さん。口が聞けるうちに教えてもらおうか。柱間細胞はどこだ。知らねえよ。そうか。ならばお前の部下たちに聞くとしようか。この男の命を助けたければ柱間細胞の行方を言え。大森さん、しゃべるな。こんな奴に柱間細胞を渡すわけにはいかない。命よりも任務を取るか。それが忍びだ。ならば死ね。やめろ。やめてくれ。それで？霞の国だ。霞の国。そうだ、柱間細胞は霞の国の忍びが持って逃げている。お前ら。すみません、お前さん。え？おいさん。約束だからな。お前の命だけは助けてやる。霞の国か。身の程を知らぬ連中が。丸い。今はとにかくその敵を。ヒルガ！今のは。カメロ、ボルト！おやおや。いいところを邪魔したようだ。そんなに焦るなよ。あいつボルトの攻撃に傷一つついてない。ああ、大森さんの言ってた通りだ。
体が何かで覆われている。俺の体と石ころは世界で一番美しい。俺は体内に取り込んだ炭素を超高密度に結合させ、それを磨き上げることができる。そしてできるのがこの堅牢な体と石ころだ。そんな術が。ならばガトン下流へ弾。やったか。もっと必死になれよ。その程度ならさっさと皆殺しにして柱間細胞をいただく。渡すわけねえだろ。何が目的だ。柱間細胞を手に入れてどうする。お前たちに説明したところで時間の無駄だ。では力ずくで聞くとしよう。派手な騒ぎを起こしおってバカ者が。フィクトさん。随分と時間がかかったようだな、ご老体。舐めた口を聞くな、ディーパ。ね、この様子って。二人は仲間ってこと。そういうことみてえだな。柱間細胞は最初に我々が発見したものだ。おとなしく返してもらおう。あなたに渡すつもりはない。柱間細胞は木の葉に持ち帰り厳重に保管する。仕方ない。ならば早い。交渉決裂だ。場所を変えるぞ。面倒な上人どもはわしがやる。ディーパ、貴様は下人どもを片付けて柱間細胞を回収しろ。なんだよ、俺はガキの相手か。無駄口はいらん。計画のためにもうこれ以上時間の浪費はできん。うん、せっかくだ。お前たちに選ばせてやろう。ゆっくりと時間をかけてなぶり殺されるか、それとも。今すぐ殺されるか。何なの。ビクタのやつ、ただの老人ではないと思っていたが。その様子、すでに手負いのようだな。で避けられまい。詳しい事情はこの葉で聞こう。目覚めた時はベッドの上だ。大丈夫か。ああ、だがこいつは上人とはいえたった二人、それだけでわしの相手が務まるかな。無理だ、援護に回れ。こいつは手負いのお前が前に出ていい相手じゃない。ダメだ、攻撃を避けながらじゃシャリンガンを集中して使えない。バカかよ。仲間の心配とは余裕だな。くそ。
傷すらつけられないなんて。俺の弾丸の雨とこの体に資格はない。お前たちが死ぬのが先か、それとも全身の骨が砕けるのが先か、なんとか死ねと。昼か、昼か、どうしてこんなことになってしまったんだ。なあ、知っているか、動物の肉が一番うまくなるのはいつなのか。はあ、それは死を前にした時、その恐怖が、絶望が肉をうまくする。何なのこいつ。お前たちはどうだ。料理を始める。ボルト、こんな風避けきれない。まだ立っているのか。いい根性だ。その精神力がついえた時にはきっと最高にうまい肉になっているんだろうな。くそ、どうにかしてあいつに一発でも当てることができや。一発って、さっきあんたが螺旋岩直撃させたけど、あいつは無傷だったでしょ。今度は俺のありったけのチャクラを込めた螺旋岩でぶっ飛ばしてやる。分かった、私のチャクラはもう突きかけてる。チャンスは一回だけだよボルト。ああ、任せろ。作戦会議ってやつか。もっと死ぬ気で楽しませろよ。料理がまずくなる。ライトンヘビミカズシ。ボルト、僕も手伝うよ。ありがとな。まだ動けたか。まあいい、まずは一人目だ。精鋭たたく。早く攻撃を見切らないと。早く早く早く。一人目を二人目。ほう、面白いおもちゃを持ってるようだ。シャリンガンが切れる。それが限界か。惜しかったな。二人目終わり。あとは任せたよ。なもんで倒せるわけなんてないだろう。恐怖したろ、絶望したろ、うまそうな表情してんじゃねえか。はなからこれは戦いなんかじゃない、これは楽しい狩りなんだよ。ドブネズミが獅子の体に噛みつくなよ。わきまえろ。あいつを
ここで止めないと。俺に力を貸してくれ。おい、お前の目当てはそんなガキじゃない、柱間細胞だろ。来い、くれてやる。情けない兄で悪かった。昼か夕か夜か、俺も今行く。待っていろ。やめろよ。お前せっかく生き残ったじゃねえか。霞忍法禁術彼岸花。まったく危ないだろ。せっかくの柱間細胞が壊れたらどうする。無傷なのかよ。許さねえ、てめえだけは。言っただろ、これは狩りだ。そして狩りはもう終わった。興ざめだ。え？お前は俺に恐怖していないのか？僕の親からは絶対にこの力は使うなって言われてたんだ。体が負荷に耐えられないんだって。放出させるエネルギーがあまりにも大きすぎてね。全力で使うとどうなるかわからない。でももうこれしかないみたいだ。先方、おろつみかけて。惜しいが今は柱間細胞が優先だ。すまない、これでは集団と戦うのと変わらない。厄介だこれ。おい、あれはボルトたちの方か。ディーパのやつ、ガキ相手に何を時間かけておる。柱間細胞を回収するのが優先だ。仕方ない。待て。ビオルト氏並みには勝てないか。お主、柱間細胞はどうした。ガキは逃がしてしまったが、今は実験が最優先。そうだね。ああ、すぐに研究所に戻るぞ。君たちを死なせはしないよ。たとえ僕が壊れても。時間がかかっているな。口を挟むな。
この柱間細胞を失ったら次は手に入らないかもしれないんだぞ。もう5年いやもっとか。あいつがさっさと計画を進めてくれたらこんな苦労しなくても済んだんだがな。何が苦労だ。好き勝手に暴れおって気づかれたかもしれないんだぞ。気にする必要があるか。どうせ俺もあんたも組織の中では信頼されちゃいない。お前と一緒にするな。お前にわしの何がわかる。よく言う。この会社の莫大な資金のおかげであんたはインナーになれたって噂だ。貴様殺されたいのか。怖い怖い。お前はさっさと指示したブツを回収してこい。はあはいはい。ここにいるのも飽きたしね。あのさ、漁港じゃないんだから浮かれるなって話お前聞いてなかったろ。どうせスイーツかなんかの店だろ。付き合ってやろうぜ。ちょっと寄ってサクッと食っちまえばいいだろう。まあ鹿大がそう言うなら。じゃあ決まりってことでいいよね。はいはい。ここここお、おう。パパが前に任務の帰りにフラッと寄った店なんだけど、すっごいボリュームで超美味しかったんだって。ここの超特盛りスタミナトントントン一度食べてみたかったんだよね。ちょっと寄ってサクッと食べるって感じじゃなさそうだね。任務の前日にこんなもん食っちまったら明日めちゃくちゃ体重くなりそうだよな。消化しきれない気がするよ。お前、昨日の。知っているのか。そういうわけじゃねえけどよ、昨日の事件現場にいたやつだ。どこかで会ったことがあるか。ほう、お前らもコナーの忍びか。つくづく縁があるんだな。ついこの間も木の葉の忍びを打ちのめして泣きわめかせたばかりだったからね。もしかしてボルトたちをやったのはお前なのか。そんなのどうでもいいことだろう。さっさとその傀儡をこっちに渡してもらおうか。断ったらどうする。その選択権はお前たちにない。おほ、面白そうなものを持っているじゃないか。だが、
が持たない。いつまでも防御に徹するわけにはいかない。お前の砂鉄の壁は鉄壁の守りなんじゃねえのかよ。お前こそ木の葉の作詞の名が泣くぞ。作戦はないのか。いつまで持ちこたえられる。そう長くは。我が家ヨド。よくもあの弾丸想像以上に硬い。それにものすごい数だ。このままだとあいつに近づくことすらできない。どうする。バリエ、もう少しだけ時間をくれねえか。ち、多少の時間稼ぎにしかならないぞ。よし、イノジ、長所は、そろそろおしまいにする。いけるか。マジ頼んだぞ。任せて。無駄なことを。あんたのせいで超特盛りスタミナトントン丼食べられなかったんだし、許せない。肉乱戦じゃ。おお、こっちだよ。チョコマカト、ジョジョ、任せたよ。今だ。邪魔だ。チキ、今だ。黒金の拳。こんなもの何の役に立つんだ。あれを回収してこい。あまり騒ぎを大きくするなよ。これ以上誰かに知られるのはまずい。立ち入り禁止の厳重管理区域だ。表のルートからは来るなと言っただろう。余計な騒ぎを起こすな。
風通しを良くしてやっただけさ。貴様、傀儡はどこだ？邪魔が入った。悪いが土産はなしだ。それより谷の国の大名が査察に来る。貴様も準備しておけ。またごまかしておけよ。そういう面倒なことはあんたの仕事だろう。俺はしばらく休ませてもらう。休む？実験はすでに最終段階に入ってるんだぞ。いずれにしろ実験はあんたの役目。俺は最後の果実さえいただければ十分だ。実験は最終段階だと。このまま計画を進めさせるわけにはいかんぞ。だがあの先に進む手がないな。大名の査察とやらを利用するか。今はそれしかなさそうだな。ジジイ、俺をそっちのけで勝手に始めやがったな。マルト！クソ、ビクタの野郎！ボルト、あれ？人たちもこんな風にしようと。そうだ、とっとと上に戻るぞ。うん。これは。見たことがある顔だったような。ディーパーな、もしかして泣きわめいていたこの葉の忍び。ここにいるってことはまた料理されに来たのか。懲りないバカどもだな。そんなわけないでしょ。サラダ、予定変更だ。こいつをぶっ飛ばす。俺をぶっ飛ばしたぞ。うざいから殺してやるよ。尻尾を巻いて逃げた時から少しは成長したか。泣き虫どもが。いいぞ、それでいい。その自信を打ち砕いた時、そしてその顔が恐怖で歪んだ時、その汗が、血が、肉がどんな味がするのか。あの時よりさらに上手くなるはずだ。今度こそ味わわせてもらうぞ。くだらねえ。お前も真珠の欲って力を手に入れようとしているんだろ。はあ、なんだそりゃ。じゃああんたの目的は一体。そんなの決まってるだろ。どんな味か知りたいのさ。え？ただ食べてみたいんだ。どんな味でどんな食感か、力なんてどうでもいいんだよ。俺を満足させてくれるであろう。この世で一番と言われる最高の味を知りたいのさ。
それだけなのかよ。なんか変なこと言ったか？それだけだ。それ以外に何の理由がある？そんなことのために。ああみんな、そんなくだらねえことのために、みんな苦しめられて。邪魔はさせない。カトン、豪華系の術。シャリンガンで近づいても私一人じゃ足止めできない。ツーマンセルだと限界がある。どうだ、俺の戦いは美味だろう。俺が作り出したこの最高に美しく堅牢な石ころはお前たちごときで砕くことはかなわない。ドトン、砂塵嵐。どういうことだ。ビクターはこの間の戦いで風遁と雷遁を使ってきた。それに今は水遁、土遁、火遁まで。驚くのも無理はない。わしは全ての基本性質変化を扱うことができる。一人の忍びが全ての性質変化を使えるなんて、じいちゃんぐらいしか見たことないぞ。お前もわしの養分になるがいい。誰だ、まさか。オロチマル、なぜお前がここに。勘違いしないでちょうだい。助けに来たんじゃないわ。
ただ邪魔はしないで、そこでおとなしくしていなさい。柱間細胞は私の研究所から盗まれたもの、返してもらうわよ。伝説の三人オロチマルといえども、わしの計画は邪魔させん。やったのか。自己再生術。ライトン天神雷。これで印は結べまい。貴様も再生術を。わしを傷つけても無駄だ。面白い体だけど、あなたの再生術は完璧じゃないみたいね。真珠の実を欲しがるのはそのせいかしら。なれ。わしを侮るなよ、オロチマル。これだけ戦っても術の威力が衰えないなんて、人間技じゃない。俺の力はお前たちとは別次元だ。遅くなってごめん。もう大丈夫なの？回復不能だったんだけど、助けてくれた人がいてね。じゃあ、うん、僕も一緒に戦うよ。第七班集合だ。ここから反撃だってばさ。またお前か。今度は逃がさんぞ。味わい尽くすまでな。フルトン突破。全力じゃなかった。あんなに修行したのに。苦痛と恐怖で怯え、絶望する姿が最高のスパイスになる。
んたなんかに負けない。私は火影になるんだ。こんなとこで終われない。まだ希望でも抱いているのか。私たち第七班は絶対勝つ。ああ、足りねえだろ。僕たちはあいつを倒すんだ。なんとヘビミカツチ。ルトン、構え立て。殺す分には問題ない。絶望を味わわせてやる。四国打尽。行きなさい。分かった。俺は絶望なんてしねえ。この腕一本ぐらいなくなっても構わねえ。食事の邪魔をしてくれたな。お前ら殺せ。お前に俺の大事な仲間を殺させやしねえ。ボルトガメ、あんたの腕が持たない。これで終わりだ、シーパー。生意気なクソガキか。何度やっても俺には聞かれるのがわからないのか。来いよ、お前の絶望の味を食らってやる。そんな攻撃、これが天才にもならんぞ。お前の絶望の味を早く食わせろ。
俺の真珠の身が、あと少しでこの世の全てを味わえたのに。急げお前ら、こっちだ。はい。つまり、すべてはディーパの企みだったと、そう言いたいのだな、ビクター。あやつに一杯食わされた。証拠ならある、次元よ。それに安心しろ、ディーパの残っていた体は全て回収した。忍びどもに我々の秘密は漏れていない。それにしても妙だな、自分の足元で起きていたことに気づかんとは。おかげで死にかけたのだぞ。会社も失った。あ、それより器の状態はどうなってる？万事順調だ。真珠か、愚か者が考えそうなことだ。お前も望みを果たしたければくだらぬ夢は見ぬことだ。忠告痛み入る。何が万事順調だ、いまいまし。邪魔が入るとは誤算だった。計画が失敗した以上、残された道は一つ、奴の持つ器を奪うしかない。まったく、ビクタもディーパもくだらん考えを起こしたもんだな。お前のくれた情報が役に立ったよ。こいつが全部喋ってくれたおかげさ。脳を再生させるのにはいささか骨が折れたがな。で、どうする？生かしておいて役に立つわけでもあるまい。違いない。なかなか笑えるやつだった。あんたが笑うとは初耳だ。